ピストドライブ。ガソスタの近くの。私は連絡つけて回る。あんたはキーズに向かって、あっちのガソリンスタンドで落ち入れましょう。ああ、アプリをダウンロードしといた。あー、どうも。警察探知レーダーみたいなものよ。みんな使ってるの、きっと役に立つから。いや、レックスだ。ルーカスから番号聞いた。あー、どうも。ショーダウンから遠い場所でレースをやってんだ。腕を磨きたきゃ来い。大したもんじゃないが、賞品も出たりする。あと、ルーカスのこと少し教えてやるよ。興味ある。よし、次のレースが決まったら連絡する。またな。どこ行くの？コーヒー屋。行こうか。ちょっとオーバーステアがひどいな。この割にあんだステア。どうも、ルーカス、忙しくやってるか？ちょっとゆっくりしてるわ。そうか、パームシティに来る人たちはダウンタウンとビーチしか見ないんだ。もっといろいろ見ていくべきなのにな。速度を落として景色を楽しんで丘に上がったりとかな。数年住んでてもまだ新しい場所が見つかる。いつも同じ場所を行き来するような。名を上げろ。ちょっとね、使いにくいな、これ。思った。待たせちゃった？そうでもないわ。オッケー、行こう。どこに？ビーチでレースがある。信号はあんた以外にもいるわ。腕比べしたいかと思って。どこ行くんや？無理。そこで左よ。注意がいた。はい。
うわっ、どうするの、リスタートしよう。押し出された。では行きましょう。楽しみに走りたんと、コースからはみ出しちゃうんだよ。さっきで、おとなしく走って待っていくのをしよう。大丈夫そうね。みんなについていって。一応。ショーダウンがここに新人を集めてザ・リーグが才能を見つけ出すの。認められれば何だって手に入れられる。最高の車もレースもパーツも。何で毎晩集まってるか知りたい？答えを出すのよ。いいね。なんかこうきらびやかで。ルーカスは仲間入りのあと一歩で諦めたって。兄貴らしい。全ユニット路上レースの目撃情報あり。マルヒはウエストサイド付近を高速で走行していたとのこと。まずい。どこ行くの？次にイベント参加してレースを続けても、映画隠れ家に入って夜を終わらせることもできる。ほう。警察が来る前に移動した方がいいわね。しばらく街中で身を隠せる場所を送るわ。私はイーレンショアに向かってダイジェスト映像を編集してくる。残念、楽しんでたのに。このままレースしててもいいわよ。でも面倒ごとに巻き込まれるなら捕まらないようにすること。上げたはずの名がまた落ちるからね。いいね。すぐに四角い中に入ってみるからね。
ことでしょう。兄様遅いな。うん、皮膚それしたら大騒ぎじゃないの。あんた嫌いじゃないわ、ルーキー君。もうバレージ書いてんの？これ、怖いな。バレージ入った。まだまだやることあるね。結構面白いねこれね。こういう系のね、なんか野良レース的なのも好きやね。夜のレースばっかり飽きてくんだな。ニードフォースピードって夜のレースが多いよね。ヒートを置いてリップを増やせ。浴場
体見てもらえてる？そうなのか？うん。あんたことあるでしょ？ああ、君か。妹が案内してくれてるみたいだな。そんなところ。いいか覚えとけ。レース終わりにパトカーの後部座席にいたいなら、妹は最高のガイドだ。実際に捕まったのは誰だったかしら？俺は教訓を得たよ。学んだせいでつまらない奴になった。仲間を失ったなら諦めろってことか。大学へ戻れってことだ。私は違うわ。だって私の仲間が向いてなかっただけ。でもふさわしい人を見つけた。お前がそう思ってるだけだろ。いいか、最近の噂を聞く限り警察も本腰を入れてる。ストリートは熱いんだ。警察のことは分かってる。パパからも同じこと聞いた。だったらちゃんと行動しろよ。何？兄貴みたいに？いいから落ち着け。どこに泊まってるの？まだ決まってない。このガレージは？そうだ、みんな泊まってってる。いいの？ソファーを使うといい。ご自由に。やったじゃん。名を上げろ、コンプリート。回り道させたな。早速ナイトロを取り付けよう。あ、ナイトロつけてくれんね。エンジン消費、これは全然ある。していいのか分からへん。ストア。マクラーレン F1。540。これナイトロイエローと、あ、そういうことな。完了だ。必要な時には優位に立てるぞ。マシン持ってんねや。これは乗れんのか。でよ、ガレージを降りる。私だったら夜の街に出るかな。いい？あんたが名を売らなきゃマシンは買えないの。